さあ、比叡小山で緊急修復。あ、敵型もこういうことやってくるんだね。面白い。まあ言うて問題ないでしょう。さあ、前頭怪物。これは民部が待ってるのか。なるほど、なるほど。さあ、風吹くかな。4部隊いるね。いや、部隊数はいっぱい来てんだよな。さあ、比叡小山陥落。緊急修復も焼け石に水だったね。さあ、ホーバックでドン。もうなんか脳死状態でやってるないや、まあでも一応ね、攻め方変えたりみたいなことやってるけどね。これ土井はああ、そうだったか。クロス以上大戦闘入ったね。これどうすっかな。そしたら家康と正行、米怪しいか。いや、まだ一応山奥行ってみよう。さあ、平岡だけ散らした。落とした。いや、お見事。さあ、捕獲でドン。さなみ。そしたら家康と正行の隊は土井清を撃破して、ここで返そう。ここはこの2部隊は騎乗します。で、これ戦になってんのなってるけど圧倒的だな。気にしないでいいや。待て、3部隊、これ4部隊になりそうだね。だったらここで慶喜を前に出します。で、戦を狙う。敵の城を奪ってくれる。いや、くそもうこれで4部隊にならないじゃん。もうまあしょうがないか。合戦かだけどさ。いや、合戦かだけどさ、合戦にならないじゃんそれ。大内照弘、大内照弘よ。え、新部署がこれなのかな。来ました。石川五右衛門。ほう。どうなん、五右衛門って。まあ忍者らしい能力ではあるね。武勇知略高い。あ、いいじゃん、いいじゃん。いらっしゃい。いや、これ合戦かなんだけどしたところでって話なんだよな。いや、しょうがない。慶喜またこっち帰ろう。さあ、五右衛門が来た。いらせられません。ながら見事。黒田官兵衛じゃんこれ。そうだね、黒田官兵衛だ。ちょっと兵力足りてないかと。左近の隊の兵糧が怪しいので左近騎乗で、その代わり元近出ますか。城攻めと行くぞ。ここ展開的に2部隊だけだからね。これでいいや。さあ、来てる。もらいしました半端ねっす、一条さんこれもう朝倉滅亡寸前だよね。あと城一つどうだろう、確認してみようか。さあ、衰退した桜を見限っておるということは大正事情のみでもう行ってるね。半端ねえって本当に。まあ、とはいっても気になるのはこっちだよね。いや、めちゃくちゃ来てんな。で、民部がもう危ないんで、民部も返しましょう。民部が返すとなると、この軍団を、まあ、全軍前にやっちゃうか。で、これも一歩前に進む。で、桜尾城。ここね、軍団の外なんだよな。過労でな、誰かいないかな。また北館こっち運んでくるかそうしようか。さあ、いっぱい来てる。いや、これありがたいな。これでうまく戦にして風吹かせたいね。となると元近はまだこれ行ったり来たりさせるのがいいんじゃないのかな。城を攻めないぞっていう風にすると帰っちゃうじゃない。だから秀吉権六とかこうやってピストン運行させて常に攻めるぞっていう風に見せかけて、でここにまず軍を集めてしまおう。でぶつかってしまうと結局ぶつかってしまうと軍が減っちゃうから、だからこれでここに帰る。でこの3軍をこっちに向かわせる。敵の城を奪ってくれる。でこういうふうにやってる間に敵の部隊数が揃って、さあ大合戦っていう感じにならないかな。うん、来てるね。うわって押してきてる。なんだこれ。あ、ここの軍を取りに来てるのか。これでもまだ4部隊だよね。4部隊じゃ足りんのよな。1回桜尾城に返す動き。あ、でも押してきてるね。よしよし、これ大戦になれるんじゃね。12、これ1234567、もう1部隊威風中以上吹かせられれば城が寝返るからね。まあ今日行くの最高っちゃ最高なんだけど、まだもうちょい。うん、8、この4部隊巻き込めれば威風強だ。ただ問題は戦に勝てるかどうかってことなんだけどね一番の問題それだよな。この城は我らが落とす。兵糧は足りてはいる。まあまたこっち目指そう。城を取りに行く。慶喜の軍は桜尾城に帰ることを指定する。したらまあ時間がね稼げるよね。いやー、来い来い、頼むぞ、来てくれよ。もう勘弁待ち受けてるね。さあ一斉焼き討ち入った。うん、これ戦にできそうだな。秀吉はもうまた帰ってくる。待って、米なくなってない、大丈夫。全軍をこっちに進める。城を落としてこようぞ。いや合戦かになるのはいいんだけど、問題はそれだけの大戦になれるかだよな。そろそろ合戦かだよね、これね。ちょっと遅く進めようかぶつかりたくないんだ直接。合戦これでかだよね。腕が鳴るわい。いくつ？あ、12部隊だ。あ、いけるんだ、なるほど。ちょっと慶喜は一回これでじゃあ帰って、なるほどね。じゃあこっちも一回帰る。これ巻き込んでんの、何が巻き込まれてんだ合戦は。4部隊だけど巻き込まれてんの秀吉の部隊だね、きっとね。秀吉53日分兵糧あるから、あ、なるほど。いやー、そしたらここまで巻き込んでくる、ありがたいんだけどな。桜尾城巻き込めるかな、どうだろうね。まあとりあえず桜尾城行ってみよう。で慶喜の隊が一回帰って、秀吉の隊が前に出る小賢しいことやってるな。これで合戦がね、こっちの軍も巻き込めたら最高なんだけど、兵力の上では五分と五分だったからね、問題はないんだよな、戦自体は。合戦か。さらに増えたね、13部隊。4部隊だけだな、まだうち。秀吉がまた一回帰る。でみっちゃんたちの部隊が桜尾城経由でこっちに行こう。周防高森ね。これでなんとかならんかな。撤退。いや、撤退はないでしょ。撤退はないって。米がないとかそういう話でしょ、きっと。確かに米怪しさを増してきてんだよな。いや、慶喜の軍の米がない。いや、これ。待て、そしたらもう急ぐか。一気に行こう。勝てればもうそれだけでいい。さあ、蒲生が由来だ。じゃあ、ここで引き抜きやってしまいましょう。さあこれで戦なれ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 、全部巻き込めよ。合戦か。どう？あ、6部隊になった。よし、行こう。巻き込めたね。明智光秀とも。ただ、慶喜の隊の兵糧が切れてて、兵が減りまくってるのが、すごく心配。まあでも狙い通りに当たったね。やっぱ慶喜1700、ちょっと少ないね。あれ、ところで今、威風強だったよね。これ、威風中だったら、悲鳴あげるんだけど。まあ、特に、変更しなくていいか。参りましょう。元近、初陣だね。開戦。まずは、挟むようにして動きましょう。榊原康政、これ。ぽくない？いや、ちょ待ってください。榊原だね、今ね。そうだ、榊原だ。なんで榊原こんとこにいんだ。同意清義。待て、半蔵落ち着け。これは榊原引き込もう。深追いしながら戦うところはない。させやすされる。まあ、それは構わない。一番槍権六。待て、半蔵。落ち着け。権六がさらに引いてくる。引き込めるか？引き込んだ。しちゃん、みっちゃん。これで挟めるね。メラを。1200は来てるけど、まあ、1200は無視でいいや。最悪慶喜でぶつからなきゃいけなくなったとしても、まあなんとかなるでしょう。どっちかこっち来たね。じゃあ半蔵がここの制圧で、そのまま榊原は挟み撃ちしよう。さあ小脇こっち来る。じゃあ慶喜前に出よう。さあ教育が乗ったね。でどっかを崩せればそっから一気に押せるようになると思うんだけど。さあ制圧。なんか音楽が不穏になったけど、まだまだ負けないぞ。ああでも軒口攻められてるの怖いな。小脇隊はもう一瞬で終わるね、これね。慶喜戻すの怖いよな。いやでも行くか。でもこれはどうにでもなるね。メラ隊はみっちゃんでなんとかなるから、権六をここの軒口にやろう。まあ元近だけで小脇はなんとかなるでしょう。まあそうなるよね。まあ、今回打ち取りとか必要ないんで。さあ軒口狙い。ただ権六が駆け寄ってきてるね。さあさらに先方鬼半蔵。いやこっから先方乱舞が始まるから。おおい、打ち取った。いやおかわりきたね。そうだよね、敵部隊数多いもんな。まあ榊原もこのままやっちゃおう。榊原の軍ももう風前の灯火だもんね。さあ撤退させねえぞ。さあ軒口叩かれるけど、ただすぐに権六が来るね。家久、家久はまあここに引き込むか。そしたらまあ挟もうとするだろうけど、ここの制圧があるからね。だから問題はない。榊原をし壊滅。打ち取った。おちょぼができたぞ。おちょぼの平岡が榊原逃しちゃうけど、まあいいでしょう。元氏はちょっとここで休憩します。さあかかれ柴田、かっこいい。また目がちょっと可愛いんだよな、権六。制圧すぐにされちゃったね。まあまあ大丈夫。姫をこう。あ、鬼は子か。かっこいいね。おい、なんだよ今の。雄たけび上げてたじゃないか。で半蔵がここを取って、でイエスさんに教育入れ始めるよね。でみっちゃんが忽那に向かう。別に無理して向かわなくてもいいか。ここで待ち受けよう。さあ強撃。いや大丈夫、強撃乗ってっから。出たー、釣りのぶせ。かっこいいな。かっこいいんだよな。これ釣りのぶせ、こんな付与きついな。さあ時は今。これ演出神がかってね、このゲーム。ねいや楽しいな。まあでもこれイエシサを挟み込んでっから、まあ混乱が解けさえすればね、イエシサには一気に逆転取れるよね。まああっちこっちで苦しそうにはしてるけど、全体的には押し気味だよね。吉野は兵大丈夫か、1400大丈夫だね。よし撤退。年久か、年久も釣りのぶつ持ってたら恐ろしいけど、さあここで満を持しての騎馬突撃、武田騎馬隊蹂躙せよ。壊滅、すまんな年久。ん、あの笑顔は上角剣だ。やはり角剣じゃないか。でも角剣少ないね。官兵衛怖いな。3300ね。まあでもこっからはどんどん優勢になると思うんだよな。音読休んだよね。まあ今は休んどくがいいさ。さあこれ教育乗ってるよね。いやーでも元近苦しそうにしてるな。イエシサもきついんだけどね。おちょぼが来てる。みっちゃんが忽那を圧倒してるから、これが終わったらなんとかならんかな。さあ撤退と勢いよし。これでこっちで攻撃取れるか。そうだね。じゃあ権六再びこっち側に行かそう。イエシサこのままだと蹴散らされるな。吉野もきついな。分かってる分かってるが、まあでも秀吉教育できるから壊滅。顔なしが出てきた。いや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 、おかしい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 。眼前の敵をまずはなんとかせ。山田有のもな。で権六はこっちです。さあ撤退忽那。よし、音楽が変わったぞ。形勢逆転。千成秒短、体力回復。ここの体力回復でかいでしょ。いや元近危ないな。来た鬼半蔵。鬼半蔵はシンプルにダメージ与えるので確かね。そうだね。で防御低下乗ってる。ただしいや兵力苦しいな。イエシサまだ4000いんのか。がかれ柴田、これ元近引いてこよう。元近が引くことでこちら側に寄せらんないかな。いや慶喜の兵も怪しい。さあ平岡撤退で、まあ当然そうなるよね。ああ元近、元近やられたか。いやイエシサ強えなねえ。釣りのぶせがやたら強いね。こっちは本陣向かった方がいいな。みっちゃんは挟めないかな。挟んだけど逃げられてるね。そしたら権六をイエシサに向かわせて、半蔵はここで休憩しよう。半蔵各県にぶつかっていいんじゃないか。半蔵こっちの拠点に来よう。さあ権六は必死に追い打ち。おちょぼイエシサに盾に使われた。かわいそうに。で、みっちゃん来たんで慶喜が一度こっちに引く。みっちゃんと秀吉で夢のタッグマッチ。山田有信をサンドイッチにするぜ。さあ撤退、これで決まったろ。この顔なしには負ける気しないもん。いやーやっとやっと風が吹くよ。さあ時は今で、イエシサを挟みたいね。おばく山田有信、山田有信も強いぞ。あ、変なとこでハマった。うわここで釣りのぶせ。いや軍法戦術で妙を得ておるこの男。なんちゃこりゃ。なんだそれは。いや来てるね。よし撤退。そしたら急いで秀吉がこっちに来よう。撤退してるんだから慶喜と権六でイエシサを叩いてしまおう。逃げられちゃうね。めちゃくちゃ狂気切れて、なんだ俺。狂撃がどっこんどっこん出てる。いやこれでも水の、そうだよな、来るよな水の今年。どやー。これはいかぬ。いや、混乱にて、まあでもすぐに壊滅するほど兵は少なくないからね。まあ大丈夫でしょう。これ、権六体力回復させてさ、こっち蹂躙してもいいな。ここのだから制圧をまずは狙おう。で、慶喜の隊でここの制圧狙いましょう。さあ、攻撃の体制になったね。で、これで光秀の混乱が解けたら攻撃が乗る。混乱解けたね。これで官兵衛も終わったでしょう。よーし、撤退。圧式勝ちまではいかないか。まあまあまあ。そしたら権六進めよう。さあ、官兵衛隊壊滅。よし、捕獲はなかったか。残念。よーし、勝った勝った。じゃあもうあとは全軍で押して勝ちですね。壊滅。あ、討ち死に討ち取ったりー。最後に手土産ができたね。で、各県が引いて勝利ですね。あ、制圧した。式勝ちだ。よーし、これどこらで威風強だちゃんと確認しなかったんだよな。いやー、良き戦だったね。ちょっと危なかったけどね。13部隊見事勝利。いやー、頼む。討ち取り3、威風今日来てくれ。さあ、捕獲でドン。山田、あ、家臣小路。いやー、来ねえかもう見限れよ、島津をよ。さあ、吹け風よ。今日でお願いします。お、え、城一つ、え、城一つ、城一つってそんな、ちょっと待って、威風じゃ中だった今の。今日だと思ったんだけどな。そうか、士官が3つ出てるね。おば吉成リアクションの取りにくい能力だった。安家、ほう、安家は武力高いでしょ。そうだよね、マッチョマンだからね。あ、南部衛門、これも武力高いね。75か。でもまあまあ、知ってる武将が来るとそれだけテンションが上がるというのはね、あることですから。いや、これで守りきれないかな。どうだろう。じゃあここで軍団新設しましょう。あ、北畠智則ここにいるんだ。じゃあ北畠軍団にしちゃおう。桜尾、周防高森、鏡山、柚月、比叡尾山。あー、どうしようかな。こうかな。わかりましてござる。はい、お願いします。さあ、編成武将の移動済ませました。北畠頼むぞ頑張ってくれよ。いや、これ来てんのか。周防高森参ったな。あ、でも皇族が来てる。だったら守りきれるか。いや、そしたら慶喜こっちにいさせたかったな。まあしょうがないか。慶喜こっちにいたらね、また、うん、帰った。いや、とりあえず耐え抜いたのかこれは。やりました。さて、で、こっちはどういう感じっすか。朝倉はもうマジで、あ、本当に風前の灯火も灯火だね。全くもって問題はない。いや、だいぶ兵減らしたな。でも筒以上たくさんいるね。これは臨戦した方がいいんだよな、絶対な。いや、ちょっとこの辺の軍制圧したいね。三好どういう感じ。三好さん援軍呼べない。あれ、信用が足りない。あ、そっか。じゃあ親善しないとダメだね。信用が足りないは予想だにしてなかったな。いや、ここは慶喜直々に行こう。かかるとしよう。城を制しました。さあ、大正寺城陥落。いや朝倉もう一気も一気だったな。はい、捕獲でドン。いや、平八郎熱いな。無傷の誇り、なんだこれ。敵部隊を撃破すると一定時間兵力減少したい。あー、でもどうなんだろう、これ強いのかな。いや、まあ強いだろうけどね。トンボ切り。あとはなんかすごいのいるかな、これっていうの。黄色戦法持ちがいいんだけど、黄色戦法はさすがにいないね。いや、来た平八郎、これ嬉しいな。後藤は来なかったけど、まあまあまあよろしいでしょう。後で食いても遅いぞ。いやー日常のブルツお疲れ様でございました。じゃあそしたらもうこの部隊は、この4部隊ねはここに待機させて、でこちら側の兵がたまったらまた行くみたいな感じで進めていきましょう。まあそしたらしばらくは、まあ、内政というほどのことでもないけどね、まあ兵糧ためですね。10年シャニムに勤めた。振り返る。ああ、もう10年も経つんだ、長政が仕えてから。いや、今作さ、時間の流れがすごく早いよね。いや、そういうふうに考えるとさ、慶喜の寿命もちょっと気になり始めるよな。よし、今だ。さて、いや、これ本拠移転再び考えないとダメなのかな。どうなんだろうね。甲州八都時代レベル3、まだなんか打てるかな。それこそ湯治療法レベル3か。で、温泉郷が不足しておる。そんなさあ、ホラガイなってんね。パオパオ言ってんね。安倍正嗣。あー、でも戦意も結構高いんだね。なるほど。一斉焼き討ち行くか。徹底的に島津に仕掛けよう。で、どこがパオったって立部山行きましょう。小早川隆景。まずは何はなくとも慶喜が出なきゃしょうがないっていうのもあったけどね、正直な話。あ、でも二条越整ってんね。じゃあ慶喜出ますか。やったぞ。台風から復興してます。台風直撃したんですよ、近畿が。喜ばしいですな。さあ島津焼き討ち成功。こうやってね、地味に少しずつ少しずつ削っていこう。これさ、破壊とかってどうなんだろう、試してみようか。できるやつをこういけるぐらいいいじゃないか。三枝さん、やってやれねえ。破壊とか良さそうじゃない？調略のできる人間がいねえ。実行できる城がない。ああ、そうなんだ。で、慶喜が近づいてきたんで、秋山信友、そして、庭を山口館に向けます。城を攻めます。さあ、集まってね。4部隊、まあ、制圧中にさらに集まってくると思うんだけど、どうだろう、まあ、制圧は順調にやってるね。さあ大船頭成功。三好秀次、あっ、摂政関白か。弱っまあよく来たわ。さあ激突が始まった。撤退、いやいやいや、撤退はないだろう。そしたら皇族3体同じく山内方へで押し出されるようにして、桜尾城から周防高森へ、桜尾城へ移動しましょう。でこれで合戦になるよね。いや、風吹きそうだなこの様子ならね。威風弱吹くんじゃない？合戦かと服ね、行きましょう。いや、細かくだけど風を吹かせて、本当にね、制圧に時間取られるからね、いかにして制圧を避けるかって大事だよな。お、落石がある。高橋宗虎がいる。つまりそれは橘宗茂だね。橘宗茂シングラなんだよね。かっこいいなまあでも多勢に無勢、問題は全くないでしょう。参ります。さまあ戦そのものは全くもって他愛がなかったですね。撤退、はい、見事勝利。これでイフジャックが吹いて制圧の手間が省けるっていうのがねでかいよね。そしたらもっと先までいけないかな。いやー兵糧きつい今日ね中国地方に移したくないんだよな。さあイフジャック、2つか軍2つか。おっ政宗、あっ政宗当主になったんだ。ははは、なるほど。